どうもこんにちは、たまちゃんです。さてディアブロ4発売直前ではありますが、今回は日本ではほとんど知られていないものすごいゲーム攻略サイトマックスロールの紹介を行います。ネタバレは極めてしません。まあ今の世の中、もう初めから攻略を見つつ遊びたいという方は多く、もうそういった方が見ると超役に立つ、そんなサイトとなっておりますので、よろしければどうぞご覧ください。マックスロールはこちらですね。もうすでにあらゆる情報がてんこ盛りに載っています。まあ先行アクセスでやり尽くしてるんでしょうね。でこのサイトは先日物議を呼んだハードコアレベル100チャレンジで達成したとしても辞退するという表明をしていたところでもあります。もう英語なので日本人にはほとんど知られていませんが、今は Google の翻訳機能がもう精度が高いので、もう Chrome の日本語化機能、これを用いれば問題なく読むことができます。で注目すべきはこちら一番上、ディアブロ4に限らずディアブロライクのゲームの情報がずらりと並んでいるという点です。私がなぜこのサイトを紹介したのかお分かりになるのではないでしょうか。もうなんとね、三大ディアブロライク候補のラストエピックもありますし、あとは最近ディアブロの生みの親がアドバイザーとして就任したトーチライトインフィニットまで載っています。もうつまりディアブロライクに関しては相当知識が詰まっているサイトなわけで、まあ、例えばキャラクターステータスのストレングスはどういう部分に影響するのかとか、あとインテリジェンスを1上げるとダメージがどれくらい上がるのかみたいに、もう普通にゲームを遊んでるだけではわからないところまで細かく知ることができます。よって今は旬ではないゲームだとしても、もうこちらに載っている情報を見ながら遊ぶとより楽しむことができるようになってるわけです。ちなみにディアブロイモータルも以前は細かく情報が載っていたのですが、もう残念なことに掲載廃止となってしまいました。で海外のレディットあたりでもこのサイトは見てる人が多く、マックスロールは最高のサイトで特に初心者にもおすすめであるといったベタ褒めの声も多いです。あとは D2 プランナーというツールが使いやすいという声があります。このディアブロ2のこれですね、 D2 プランナー、まあこれはディアブロ2用の構成をシミュレーションできるものです。まあ装備品はこうやってね、何を身につけて、でキャラクターのスキルはどれを割り振るかみたいな、いろいろシミュレートして、で他の人と共有できたりするわけですね。でディアブロ4も早くも D4 プランナーという項目が準備中です。では次は本題となるディアブロ4の各メニューを見ていきましょう。まあ、まずは入門と書かれてますね。はじめは何をしたらよいのかとか、あとゲームはどういう風に始まるのかとか、もうこれまた細かくずらりと書かれています。でこの最初のステップ、ここでは自分の好みのプレイスタイルに合わせてどのクラスを選んだらよいのか、それの分かりやすいガイドが載っています。まあ、この緑色が得意という行動ですね。で赤色が不得意という行動です。ニヤニヤって何でしょうね、ちょっと日本語だと分かりにくいですが、まあ、動きが素早くて移動中でも速い攻撃が可能と書いてあります。代わりにクールダウンが長めのスキルが多いともありますね。で次はビルドガイド。まあ、これはこういう構成にすると面白い、あるいは強いという紹介となってますね。まあ、最近私はディアブロ2のウィキのビルドガイドを動画で紹介しましたが、それと同じものです。まあ、ディアブロ2は昔のゲームなのでビルドガイドを見て遊ばないと厳しいという内容ですが、もうディアブロ4は近年のゲームで誰でも気軽に遊べるバランスになっているので、もうそこまで難しいゲームでもなく、
ここのビルドガイドがすぐに必要になるなんてことはないかもしれません。まあ必要になってくるのは面白いレジェンダリー装備とかを入手した時でしょう。もうこの装備はどのスキルやもしくは他の装備と組み合わせると良いのだろうと考えた時、このサイトのビルドガイドを見て、あ、これとこれを合わせると強いんだなどを知ることができるわけです。まああとはエンドゲームに入ってからでしょうね。自分の構成ではちょっと難しいかなと感じた時に、どこら辺を変更したら良いのかを探す、あるいはどの装備を掘ればより強くなれるのか、その目安を知ることができます。で、次にティアリストと書かれてますね。これはどの構成が強いのかのランキングです。項目は4つに分かれてまして、ナイトメアダンジョンあるいはその他エンドコンテンツではどういう構成にすると攻略が楽なのか、あるいは敵を大量に素早く倒したり、まあ、もしくはレベル上げが早いのはどの構成なのかを知ることができます。まあ、シーズンに入るとね、早々にレベル上げが必要になってくるので、このレベル上げ構成は参考になるでしょうね。で、ちらっと見てみますと、ランキングが S から F に分かれています。もう S の構成にするともうとにかく強く、対して F の構成は、まあ、他と比べて劣ってしまうというものでしょうね。で、他にはこのサイドクエスト、ダンジョン、ボス、ここら辺はネタバレになるので見ませんが、もう大量にあると言われているサイドクエストがどこで受けられるのか、ダンジョンはどれだけあるのか、ボスはどんな敵がいるのか、あとそれぞれの攻略法も書かれてるんでしょうね。もうワールドボスや難易度を上げた時、あるいはエンドコンテンツに到達して、もうやたらと強くて倒せないボスに出会った場合は、ここを見ると良いかもしれません。もうブッチャーなんかはね、凶悪な敵として用意されていますが、その攻略法も載っていそうですね。それと隠し要素なんかも載ってるかもしれません。もう特定の条件を達成すると見つかる秘密のダンジョンとか、まああるんでしょうね。で、一番右の視力、リソースと書かれていますが、英語ではこれは全ての細かい情報です。豆知識やらないやら、もう自分の構成のどこを見直せばよいのか、そのヒントとなる情報が載っています。まああとは知らない知識を調べるにも役に立つデータベースとして利用できますといった具合に、マックスロールではどんな情報が載っているのかざっと紹介しました。もう初心者向けの情報があるほか、やり込んだ後に見るからこそ面白いという情報満載なので、もうこれからディアブロ4を楽しむ方はこちらマックスロールをブックマークに入れておくのも良いでしょう。ちなみに注意点もありまして、ディアブロ4はまだ始めということで、今後どんどん更新がなされていきます。もうキャラクターのバランス調整はねしまくると思います。開発者の人も昨日あたりのインタビューで言っており、開発側が想定していなかった構成をユーザーが編み出すことだろうし、中には極めて壊れている構成もあるかもしれないとのことで、もうあまりにバランスがおかしいものが見つかったら、もう本当にねゲームが壊れてしまうので即修正となるでしょうから、もうそういった調整によって現在載ってる情報は古くなってしまいます。まあ同じディアブロライクの人気作として、アップデートが毎回ものすごく入るパスオブエグザイルは、もう情報を整理する人が追いつけず、攻略サイトの情報が止まってしまうくらいという話でもあるので、もう過去のビルドガイドが全く役に立たなくなることもあるんですよね。よってすでにビルドガイドだけでもこれだけの情報がね載ってるわけですが、ディアブロ4の更新頻度によっては、もうこれら情報がねどれだけ正確になるかはわかりません。もうマックスロールのスタッフの気合次第でしょうね。
それとすでに製品版直前にアップデートが入っているので、ここに載っているビルドガイドはもうちょっと内容が変わってしまっている可能性もあります。まあ、マックスロールはこの点は結構気をつけていて、何かゲームに更新がかかった場合、このページの情報は何年の何月に書かれた情報で、現在は古い可能性がある、みたいな注意書きはなされます。まあ何にせよ、ゲームのアップデートが入った後は、情報サイトの情報は参考程度に見ましょう。さあ今回は、ディアブロ4の攻略に役に立つ、情報サイトの一つ、マックスロールの紹介を行いました。今後もディアブロ4に関する情報をお伝えしていきますので、よろしければチャンネル登録して、他の動画もご覧いただけたらと思います。じゃあというわけで、解説はたまちゃんでした。